教えて中の人皆様情報局イエーイ。なんかあのレコードがすごい遅くなった時のテープすごいスローモーションの教えて中の人サンタさんのコールから始まりましたけれども、はい、はい、グラ様情報局第31回始まりました。イエーイ。はい、今回も進めさせていただきます。マルカンパニーの佐藤です。そしてネクスト忍者の新中です。さあ、そして山岸です。あ、山岸さんなんですね。あ、山岸さんだったんですね。サンタ巨人、あの、言わないと分かんないかなと思って。あ、そうですね。まあ、確かに最初の声もちょっと違いましたからね。はい、サンタクロースかと思っちゃいましたね。はい、という茶番でした。はい、というわけで、第31回は、はい、まあ、ご覧の通りもうすぐクリスマスということで、はい、ね、そうですね、クリスマスといえば、まあ、すでに告知もしてますけどクリスマスのイベントもあるということで、はい、楽しみですね。はい、はい、じゃあ早速メニュー見ていきますか。はい、はい、本日のメニューはこちらです。じゃじゃーん。はい、2周年記念ログインボーナスその3、はい、新たな装備も仲間入り、うん、クリスマスイベント復刻開催、はい、そしてレイアースたちのぬいぐるみにクリスマスホーグ召喚2018 はい、年末年始もグラサバで決まり2周年記念キャンペーンのおさらい、はい、という感じになっております。はい、いや、これログインボーナスその3って言いつつほぼなんかその5とかなんですよね。それあのカウントダウンとかあと引き直し今やってるじゃないですか。私なかなかちょっとまだこれだっていうのが多分その5だね。これその後ですよね、うん、カウントダウンとそれ入れると、はい、第5弾です。第5なんです。すごいすごい、ずっとボーナスしてますね。はい、はいはい、じゃあ早速そのログインボーナスその3、はい、はい、その3をぜひ紹介してほしいです。はい、はい、はいはい、ではログインボーナス第3弾はこちらです。じゃじゃん。はい、いやー、イリスが可愛いってそこじゃない。この色いいですね。イリスっぽい 色ですね。2周年記念のログインキャンペーン第3弾、はい、いや、これはですね、もう上から順に言っていくしかないですね。言っていってください、ぜひ。はい、もうどれも隙もない、隙のないラインナップなので、はい、いきます。うん、1日目星4宝具チケット、いきなり噛んだ。1日目星4宝具交換チケット、うん、はい、2日目星5宝具交換チケット、はい、そして3日目新装備交換チケット。新装備、はい、はいはい、で4日目装備限界突破石物理攻撃、はい、5日目装備限界突破石魔法攻撃、はい、6日目装備限界突破石防御、はい、7日目装備限界突破石援護、はい、8日目装備限界突破石回復、はい、そして9日目がユニット限界突破石、おそして10日目がユニット交換チケットになります。わー、はい、よく言えました。上手に言えました。だいぶ噛みました。噛みました。あの、そういうコーナーなんだっけ。喋りやすい山岸さんより全然喋りやすいはずなのに。こっちも喋りにくいの。そうなんですよ、喋りづらそうですよね。口が開いてるのか開いてないのかよく。まあ、あの、これ去年も同じような感じのですねログインキャンペーンやったんですけれども、はい、パワーアップしているところがまずこの1,2,3 3日目です ね、 そうですね。前回はあの星3宝具星4宝具星5宝具だったんですけど、うん、今回は星4宝具星5宝具、うん、新装備、まあ、ラインナップに関してはまたあの別途あの告知したいと思います。はい、その他の限界突破石が、うん、ガンガン手に入って、はい、最後がユニット交換チケット。このユニット交換チケットのラインナップについてはもうあのお知らせで、はい、あのやってるんですけども、ね、5強制まで入ってるという、はい、そうですやつになるので、はい、そこをそれで手に入るものと、あと引き直しで、あの、そうですね、手に入れるつもりのもの、ちゃんと皆さん計画立てて挑んでください。計画大事ですね。大事です。はい、計画的にゲットしていきたいと思います。はい。はい。ちなみにもう確定したんですか？いえ、まだ確定してないです。楽しみですね。これ、はい、毎日ドキドキですからね。そうなんですよ。でも毎日引くのがちょっと楽しくて、確定させるのが寂しい気持ちもありますね。あ、そうですよね。あの、スルーしてもいいと思う。え？まあそうですね。もう欲しいのが来ました。来たとしても。来たとしても。もう一回来るかも。いや。ドキドキ感をまた味わいたい。そんなことないか。最初の1ヶ月は、そういう余裕があるんですよ。あの、1ヶ月過ぎてくると、ちょっと多分、ちょっとね、焦りとか。焦りが。
出てくると思うんですよね。確かに、はいはい、まあそこも楽しんでいただければと思います。はい、はい、で、まあ、ログインボーナスは、以上ですね。はい、はい、というわけで皆さんぜひぜひ期間中ログインして欲しかった新装備、欲しかったユニットなどぜひゲットしてください。はい、はい、以上周年記念のログインボーナス3でした。でした、はいはい、ではでは続きまして復刻イベントのご紹介、はい、品川さんお願いします。はい、はい、じゃあこちら、新装備追加クリスマスイベント復刻開催、イエーイ。では早速こちらのスライドをご覧ください。じゃじゃん、データクリスマスイベント聖夜の協奏曲が復刻。あれ、これこのバナーにあれあれ山岸さんがいるこれ山岸さんですか。あのこれグラ様のねクリスマスイベント初めての人もいると思うんですけど、はい、サンタと戦っちゃいます。そうですね、はい、サンタと戦っちゃうんです、ね。はい、これは去年あの好評を博したイベントの復刻ということ で、ね、はいはい、今回も現れますサンタ巨人が、はい、かなり衝撃のストーリーでしたねこちらも。そうですね、なんでサンタと戦うことになっちゃうのかっていうのはまだね読んでない方はお楽しみに。はい、はいはい、そうですね、で今回はあの、まあ、復刻プラスアルファということでですね、はい、あのイベント追加装備が今回ございますので、はい、こちらも紹介したいと思います。はい、イベント追加装備はこちらです。はい、じゃん、聖冠剣ホーリージングル、うん、これはあのちょっと分かりづらいかもしれないですけども、はい、おそらくこのあれですね、シーリア様のこの形からするとシーリア様の剣じゃないかなと思っております。はい、HP 回復アップのアビリティを持つ高ブレイク力の、物理攻撃装備ですね、うん、はいはい、闇属性の敵に対して一定時間クリティカルがアップします。これあの 8500% の光属性物理ダメージで、はい、次は闇の時に、5秒間自身のクリティカル率が 100% アップ。すごい、はい、でさ、まあそうですね、さっき説明したんですけれども HP 回復アップのレベル3がついているのであの自身の回復をかけた時にですねその量が多くなるという装備になっています。はい、はい、いいですね、これちょっと手に入れたいです。はい、はい、なるほど。そしてですね、はい、まあイベントだけじゃないんですよね。イベントだけじゃない、はい、なんと、まあ、最初の言いましたけどね、最初のお品書きにあったのでちょっと気になってますが、はい、新しいクリスマスっぽい装備がゲットできるということで、はい、ぜひぜひそちらも見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあこちらクリスマス宝具召喚、2018英語で言おうと思ったんですけど、ちょっとすぐ出てこなかったので、はい、2018です。はい、じゃあ早速行ってみましょう。はい、次のスライドこちら。じゃじゃん、レイアスたちがぬいぐるみになって登場。これすごいですね。かわいい。はい、もうこれは誰が誰だかわかりますね。はい、はい、かわいい。あのぬいぐるみになって装備として登場します。はい、そうですね、はい、なんか今までとちょっと趣が変わっていてとてもいいですよね。はい、はい、今まであのぬいぐるみ何個かはあったんですけれども、ね、こんだけ大々的に皆さんが勢ぞろいすることはなかなかないですね。ここまで変わると装備した時でもちょっと変化が分かりやすいですね。あのやっぱりあのアイコンがです、ね、あのそうそう、やっぱり 剣とかだとやっぱなかなかやっぱり分かりづらかったりするところあるんですけど、はい、こいつはもうつけると一発分かりますね。分かりますね。はい、で今回の、この装備ですね、あの去年のイベントの時もあったんですけれども、これを装備、すると、はい、イベント交換アイテムですね、はい、の、取得量がアップするという装備になっております。はい、はい、では順々に説明していきましょうか。はい、はい、では最初の装備はこちらです。じゃじゃん、はい、お赤鼻レイアスのぬいぐるみ、うん、はい、はい、防御星5装備ですね、うん、これ10秒間味方全体の被ダメージを 20% 軽減して、うん、さらに使用者が、人族の場合に被ダメージが20% 軽減する、つまり人族が使うと、合計 40% ですね味方の被ダメージを軽減する、かなり性能の高い防御装備になっています。はい、最近攻撃力が強いボスも増えてきましたからね、はい、あの軽減系はかなり、あの重要ですね、はい、重要ですね、はい、はい、そうですね、もうあの属性とかあの関係なく全部ダメージを軽減するというのがかなり大きいですね。はい、はいはい、では次いきます。結構量があるので飲みましょう。はい、次いきます。こちらです、はい、サンタイリスのぬいぐるみ、はい、
7200% の光属性魔法ダメージ。8秒間自身の光属性ダメージを 50% アップします。まあ、つまりあの光属性のユニットとかが、装備してこれを使ってさらに光属性の奥義とか使うと非常に効果的。そうですね、はい、自身の光属性ダメージがアップできる装備になっています。はい、はい、じゃあどんどんいきますよ。はい、はい、次こちら、お赤花ロイのぬいぐるみ。はい はい、20秒間味方の全体の火ダメージを 10% 軽減、うん、さらに水属性ダメージを 20% 軽減します。はい、はい、これはですね、まあ、あれですね、あのガルガンチュアの水的な感じに近いですね。 CT が30秒っていうのがこれすごいですね。そうですね、つまり水属敵が水属性だったら、うん、20と10で30% 軽減できるということですね。そうですね、それが30秒でできる。30秒の間20秒間。そうですね、かつ CT 短縮装備とかを使うと、これ CT 短縮アビリティとかを使うとみたいな感じですよね。はい、ずっと張ってられるぐらいな感じもありますね。はい、あ、そう、まあ、そういう使い方がいいんじゃないかなと思いますね。20秒間っていうのは長いですね、かなり。はい、はい、はい、次行きましょうか。はい、次はこちらです。なんこれはこれかわいい。これなかなかいいですよね。なかなかいいですね。この表情がいいですね。ムッていう顔してるけど、ムッていう顔してますね。かわいい。はい、あの性能も結構ムッて感じの性能になってますよ。はい、7000% の炎属性物理ダメージ、うん、自身が炎属性の場合に5秒間クリティカル率を 100% アップ。強いですね、うん、はい、純粋に攻撃力とあとブレイク力が、うん、あの3200あって、強くて、まあ、さらに炎属性だったらクリティカルアップと、うん、はい、ガナンにつけても強いですね。はい、はい、うん、はい、そして次です。はい、はいはい、次こちら、ミラ雪だるまのぬいぐるみ、はい、意外な、あ、まあ、確かに炎と雪ってちょっと相反するもののような感じですからね。はい、はい、でも内容は完全に炎な内容になっています。溶かしますね。 8000% の炎属性魔法ダメージで8秒間敵の燃焼耐性を 50% ダウンします。まあ、なので燃やしたい時ですね。はい、かなり高い、はい、そうですね、まあ、特にミラとか燃やしたい人ですからね。はい、やっぱその耐性ダウンっていうのも、まあ、今非常に使う機会が増えてきてますからね。はい、はい、これはかなり炎属性燃焼クリティカルアタッカーとかそういうユニットにとっては結構必須の装備かもしれないですね。はい、はい、そしてまだ7分の5ですよ。はい、そして次はこちらです。はい、はい、はー、かわいい。いやー、フェンですね。サンタフェンのぬいぐるみ。はい、フェンもサンタなんですね。かわいい、はい、これはすごいですね。対象者の奥義ゲージ30アップ、さらに10秒間奥義ゲージ3アップ。ということは30、30で60アップが CT 20秒。これはすごい。いや、これはすごい。これ大丈夫ですか？いつもこう、これはすごい、いろんなもので心配になっちゃうんですけど、これ大丈夫ですか？これはあの、これで、これで、これで出すことになりました。はい、大丈夫ですね。はい、フェンの装備って、あの、まあ、いつも奥義アップ多いですね。そうですね。海賊服とかも、あの、はい、いつもね。フェンの装備だけで集めてもすごいことになるよね。そうですね。はい、フェン好きにはたまらん一品ですね。はい。はい。はい、あの、これも非常に使える援護星5装備になっております。はい、そして皆さんお待ちかね。皆さんお待ちかね、こちらです。はい、はい、メリーリーゼのぬいぐるみ。はい、はい、ですか。8秒間味方全体の HP500 自然回復。お、ということは8秒間で、4000 HP を回復します。はい、これはいいですね。かなり使えるね。はい、そうなんです。すごい使い勝手がいいね。一気に回復っていうのと徐々に回復っていうのでやっぱ使う場面が違うんですよ。そうですね、あの、はい、もったいなくないっていう感じなんですよね。この徐々に回復が、うん、こう自分が動き止められちゃってる時とかに、うんうん、直前に使っとくとやられながら回復できたりするので、うん、そうですよね、意外と使いやすい。あの即時って意外とそのタイミング見てやらないとダメなんで、はい、来るちょっと前に打つことができるから、はい、使い勝手いいんですよね。そうなんですよ、あの
もあれなんですよね、即時回復系だとちょっと私の場合もったいないお化けが出ちゃうんですよ、うん、で回復を待ってて死んじゃうみたいな、使うの遅かったみたいな、そう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 、あるあるですね、グラ様あるある、 そこで言うとこうリーゼさんは非常にあの使い勝手がいいんですよ、うん、そうですね、はいはい、とりあえず、はい、とりあえずリーゼ、とりあえずリーゼ使っておくみたいな感じのことができますからね。はい、はい、とりあえずリーゼ使い、はい、使う感じです。わかりました。というわけで、はい、はい、装備は以上ですね。はい、はい、じゃあ次のこちらですね。はい、はい、ということで、はい、ご紹介しましたクリスマスの、はい、ぬいぐるみたちの装備、こちらが登場するクリスマス宝具召喚については。はい、12月21日金曜日の0時からスタートします、はいはいはい、そしてクリスマスの復刻イベントも同じく12月21日金曜日の0時からスタートしますので、うん、皆様ぜひチェックしてください、はい、はい、というわけで次に行きましょう、行きましょうか、はい、はい、では次はこちらです、じゃん、はい、年末年始はグラサバで決まり決まり、いいですね、決まり、ノリがいいですね、ちょっと CM 風にしてみました、はい、というわけで、はい、もう年末年始、クリスマスが終わったら年末ですよ、はい、はい、というわけで、まあ何度も出してるロードマップですけれども、はい、はい、最後のラストスパートということで、こちらを、はい、お見せしましょう、はい、はい、じゃじゃん、はい、この一番右ですね、はい、あの 3列目までが今だいたい消化したかなというところですね、はい、はい、で12月下旬、はい、先ほど、まあ、ちょっとおさらいになりますけれども、うんうん、12月21日金曜日から、2周年記念ログインキャンペーンの第3弾、はい、好きなユニット1体プレゼント、はい、好きな新装備もプレゼント、はい、はい、そして12月21日金曜日同じくですね、はい、クリスマス特別イベント開催、はい、ここで抜けてるんですけれども、クリスマスの、宝具召喚も開催します、はいはい、それから12月27日ですね、はい、これは、最後の更新になると思うんですけれども、はい、今年最後の更新になると思うんですけれども、こちらが年越しレイドバトルを開催します、おー、やったー、はいはい、年越しレイドバトルはまたちょっと今までのレイドバトルとまた違う、うん、はい、催しを、催し物をイベントを考えております。あのベースは今年なんでね、はい、やっぱちょっと変えていこうかなと。なるほど、はい、ベースはもちろん今までのレイドバトルなんですけれども、さらに追加でこういうのが出てきますよみたいなのが、追加要素があります。はい、追加要素があります。楽しみ。はい、そして2019年へということで、はい、1月1日は絶対に、はい、あ、そうですね、マジで今ここで間があると思います、もう一回やりますか、これもう何回もちょっと言い過ぎて、でも結構伝わってきたなっていう、本当ですか、いろんなところで何するの何するのって聞かれることがあるんですけど、はい、まだ言わない、まだ言わないまだ内緒、あ、ただ必ずですね、はい、まあ、がっかりする内容じゃないと思います、そうですね、はい、まあ、喜んでもらえる内容だと思うんで、はい、ぜひログインしてもらいたいなと思っています、はい、はい、であれですよね、その28日、はい、はい、あ、そうそうです、これはお伝えしておいた方がいいと思います、はい、28日に、今年最後の生放送を、はい、行います、はい、わーい、はい、はい、というわけで、はい、今回は19時からやるんですよね、そうですね、19時からスタート予定で、はい、この1年を振り返ってということ で、ね、はい、ちょっとした、まあ、いつもと違う感じで、はい、ちょっ と今までの振り返りとかをやったりとかしようかなと思っております、はい、はい、はい、ということでロードマップ行ってみたいと思います、はい、すはい、はい、ではでは年末年始、はい、もうブラサマということで、はいぜひ1月1日ログインしてください、はい、またそれ、はい、またそれです、何度でも、はい、何度でも言います、はい、はい、というわけで年末年始もグラ様をよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、ではではここまでお送りしてきましたグラ様情報局ですが、はい、第31回お別れのお時間となりました、はい、あっという間でございま す、 ですね、はい、もう今年最後のグラ様情報局ですけれども、ね、はい、はい、はい、そうですね、品川さん何か言い残したことはありませんか？あります、ありますか？いや、ナイツ・オブ・ブラッドですよ、あ、そうですね、2部の後編がファミリー防衛戦の、
後編が公開されて、はい、かなり反響をいただきまして。そうなんですよ、皆さんからすごい感想を。いやー、本当ちょっと、はい、あれでも皆さんからの感想いただいて、感想いただいてもうるっときて、そうですね、もう嬉しくなって、はい、実際、はい、作っててもうるっときたし、そう、あの皆さんの感想をもらってもうるっときた。はい、あでも本当にあれは作ってよかったですね。はい、はい、でいろいろ本当コメントいただいていて、でこれで終わりなんですかみたいなコメントもいただいたんですけれども、うん、はい、あの最初から言っているようにナイツオブラッドは全4部なんですね。全、はい、4部が、はい、さらに、まあ、その前後編に分かれているという感じ で、ね、はい、第3部をですね今あの一生懸命準備をしております、はい、なるほど、はい、3部はあの、まあ、2部終わってからの、もちろん2部終わってからの話なので、まあ、ちょっとあのキャラがああなったりとかこういろいろ今言いたくてしょうがないんですけれども、それ以上それ以上言っちゃダメだぞ。はい、はい、3部も4部もそうですね、とても面白いものになりますので、また泣かされるのかな。はい、また頑張ります。はい、楽しみにしていてください。はい、はい、さあそして山岸さん、何か最後に残したことはありませんか？全部シナーさんに言われちゃったなっていう感じがして、はい、そうですね、サンタの格好してるんですけど、はい、そうですね、サンタの気持ちがちょっと分かりました。お、鼻がちょっと痒い。あおひげが、で口に毛が入る。そうですね、はい、ちょっと、ね、ちょっとね、あんまり今日喋れなかったんですけど、はい、いや本当シナさんに言われちゃったんで、はい、なんですけど代言してくれたということで、はい、あいつのブラッド嬉しかった。皆さんに喜んでもらって嬉しかったです。はい、はい、これからも頑張って面白いストーリー作っていきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでこれで終わりです。終わりです。ちょっとうまくいきませんでした。はい、はい、というわけで皆さんは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。そして本年もありがとうございました。ありがとうございました。来年もグランドサマナーズをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた来年の情報局で、あその前に生放送もありますけど、はい、情報局は今年最後、はい、また来年の情報局でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。